皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィレ2020やっていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、少し前の動画で、スカウト確定の、ね、組み合わせを探しますよという動画をね、上げたと思うんですけど、そちらの動画で、コメントがついたものね、コメントがついた選手を、今回は、確定ね調べて、紹介していきたいと思います。中にはですね、結構ね、オークションで高くなりそうな、まあ、所属チームだったり、あとは国籍などをね使わないとどうしても確定にできない選手がいるんですけど、まあ、一部選手はオークションなしでね、試合していれば、落ちるスカウトで確定にできる選手もいるのでね、はい、ぜひね見ていただければと思います。ということでね、早速やっていきましょう。はい、ということでまずはアーメド・ムサですね。こちらの選手は総合値が79ということで銀玉の選手ですね。はい、能力スピード瞬発かなりね、飛び抜けている選手です。で、意外とスパサル持ってるのね、今回初めてね知りました。はい、この選手の 100% の組み合わせ、こんな感じになります。所属リーグ、その他アジア、地域大陸アフリカ、そして、スキルスパサブですね。こちら3つを使うと確定にすることができます。まあ、スパサブだけねオプション必要なんですが、あとは試合後に落ちますのでね、スパサブをぜひ落としてください。はい、続いてモイーズキンですね。モイーズキンの能力マークを先に見ていきましょう。こちらもねスピード瞬発が、抜けていますね。今作は銀玉にも昇格している選手です。はい、この選手の 100% の組み合わせがこちら。所属リーグがイングランド、ポジションセンターフォワード、あとスキルの能力パス、こちらの3つで確定ですね。はい、今シーズンからプレミアリーグ挑戦ということで、所属リーグイングランドになります。の2つはね、試合後に落ちますが、スキルの能力パスだけ、オプションが必要になってきます。ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いてキーラン・ティアニーですね。こちらの選手はアーセナルに移籍しています。能力はまあこんな感じで、スピード瞬発とかね、高くなっています。こちらの選手の 100% の組み合わせなんですが、ちょっとね探せなかったので残念ながらね、2分の1ということになります。2分の1は、こちらのファン・アーンホルトとね、2分の1になります。2分の1の組み合わせがこちら。所属リーグイングランド、ポジションの左サイドバックで、あとはコムプレースタイルのミドルシューターですね。こちらの3つでなんとか2分の1までできます。で、国籍とか、使っても、確定がなかなか見つからないんですよね。はい、ちょっとこの選手は確定がないので、これをね、使って一発で落とすか、まあ先にね、上の選手が出たら、まあ、もう1回ねミドルシューターを落とさないといけないんですけど、まあ、イングランドと左サイドバックは一応試合後に落ちるので、ミドルシューターだけね落としていただければと思います。はい、次の選手へ行きましょう。はい、続いてが、菅原幸成選手かな。こちらの選手は、こんな感じで、まあ、白玉の、総合値63なんですけど、はい、こんな感じです。アグレッシブですとスタミナが70に、ね、到達してますね。はい、まあ、これスキルはヘッダーしかないんですけど、はい、こちらの選手の 100% の組み合わせはこちら。残念ながら、在籍クラブ RZ が必要ですね。それにプラスして、地域大陸のアジアオセアニア、こちらで一応確定にはなります。他の組み合わせですとね、なかなかちょっと厳しくて、まあ、センターバックの選手なので、中山選手とか板倉選手とかが入ってくるので確定は結構厳しいですね。はい、ということで次の選手へ行きましょう。はい、続いてがサンチョですね。こちらの選手は能力はね、スピード瞬発95へということでかなりね速い選手ですね。で、右ウィング登録なんですけど、プレースタイルの方が2列目からの飛び出しなんですね。はい、ちょっと変わった、まあ、プレースタイルかなとは思いますが、こちらの選手 100% の組み合わせがこちら。はい、所属リーグ未所属と国籍地域のイングランド、こちらが必要になります。ちょっとね、イングランドの方はちょっと高くなる可能性もあるんですけど、なんとかねこれでね確定にすることはできます。ちょっと他見つからなかったですね。はい、まあ、未所属は試合後に一応落ちるので、ぜひこれで狙ってみてください。はい、次の選手いきましょう。はい、続いてがヨビッチですね。こちらの選手はレアルにね、移籍した選手ですが、能力はまあこんな感じですね。はい、83ということで金の選手になります。100% の組み合わせがこちら。
リーグスペイン、国籍地域の、セルビア、あとはプレースタイルのボックスストライカー、こちらで確定することができます。まあちょっとね、セルビアボックスストライカーちょっと落とさないといけなくて、まあセルビアちょっと高くなる可能性あるんですけど、なんとかこれで落としていただければと思います。スペインは試合後に落ちますね。はい、次の選手へ行きましょう。はい、続いてがコマン選手ですね。こちらの選手は、2作ぶりかな、ウィレンに帰ってきました。スピード瞬発がね、こちらも95-4、95ということでかなり高くなっている選手です。あとはスパサブとかも持ってますね。こちらの選手は、まあ、100% の組み合わせの前に、こうすれば、2分の1にできますよということで、紹介します。そちらが、こちらの選手と被りますね。ニャブリですね。ニャブリコマンということで被って、こちらの組み合わせが、こちらですね。在籍クラブバイエルン、能力ドリブル、地域大陸ヨーロッパ、こちらで2分の1、コマンとニャブリにね絞ることはできます。まあ、ただバイエルンが多分高い、かなり絶対高いので、ここちょっと厳しいんですよね。まあ、ドリブルとヨーロッパは、試合後に落ちます。で、まあ、確定にするのであれば、まずコマンなんですけど、ちょっと確定がね、先ほどのバイエルン使わないとちょっと厳しいかなというところで、まあ、2分の1であれば、国籍のフランス、所属リーグ、その他ヨーロッパ、まあ、スキルのスパサブ、こちらでね、なんとかバルブエナと2分の1にはできます。その他ヨーロッパについては、マッチデーでね、もらえたので、まあ、使うことはできるんですけど、フランスとスパサブをねちょっと落とさないといけなくなってくると。でバルブエナをね、取ろうとすると、さらにね、ここら辺も落とさないといけなくなるので、ちょっと厳しいかなと思います。なので、まあ、こちらの選手はフランススパサブを落とすのか、バイエルンを落とすのか、どっちがいいかというような感じになります。ニャブリの確定はこちらでね、できますね。まあ、バイエルンはちょっと使わないといけないんですけど、右ウィングを使えば確定にすることができます。ということで、またこちらもバイエルンは必要になるんですけど、まあ、バイエルンを落とせれば、まあ、右ウィングがね、試合後に落ちれば確定にはなりますのでね、ぜひ狙ってみてください。はい、ということで、ここからはね、ちょっとコメントがついたわけじゃないんですけど、確定がね、できる選手、確定が見つかった選手を紹介していきたいと思います。まずは、久保建英選手ですね。こちらの選手の能力は、ボールコントロールと、ドリブルがね80を超えるということで、まあ、ただ総合値は66ですね。こちらの選手 100% は、試合後にね全て落ちるので、こちら地域大陸のアジア、オセアニア、そして所属リーグのスペイン、能力のグランダパス、こちらで確定にすることができます。はい、しかもね星1で大丈夫なので、ここはね結構ね取りやすいんじゃないかなと思います。で星2になっても1つ2つぐらいはね、十分大丈夫です。ただ、全てを星3以上にすると、柴崎選手かな、が入ってくるので、その点、ね、ご注意ください。まあ、この選手はね確定ですぐ取ることができそうですね。はい、次の選手へ行きましょう。はい、続いてアセンシオですね。まあ、こちらの選手は総合値の方と、あと後半の方がね若干下がってしまってはいるんですが、相変わらずスパサブ持ってたりとか、スピード瞬発、あとは足元の、ね、技術はさすがにね、高いままということになっています。こちらの選手の 100% の組み合わせがこちら。ポジションの左のミッドフィルダー、所属リーグのスペイン、能力のボールキープ、こちらで確定にすることができます。ちなみにボールキープは、キック力でも大丈夫ですね。左のねミッドフィルダーって結構穴なんですよね。結構、まあ、登録選手がなかなか少ないので、確定もね結構簡単に作ることができます。はい、ということで、そちらのね左のミッドフィルダーを使って、もう一人紹介します。もう一人がオニエクルですね。まあ、こちらの選手モナコにね移籍したんですけど、前作は、トルコリーグの、クラブセレクションの方でね、出てきた選手、スピード瞬発がこちらもね、95へとかなりね速いかなと思います。決定力も84ということで、なかなかですね銀玉にしては。はい、こちらの選手の 100% の組み合わせがこちら。はい、ポジションの左ミッドフィルダー、そして能力のオフェンスセンス、地域大陸アフリカということで、こちらもね、試合後に落ちるもので、確定にすることができます。はい、結構ね、楽に確定できるので、しかもね、星3でいいですし、まあ、どれか1つを、星3にしていれば、他ね星4、星2の組み合わせ、2、3、4という組み合わせでもねなんとか 100% にできるので、こちらもねいい組み合わせかなと思います。ぜひ狙ってみてください。ということで、次の選手へ行きましょう。
はい、ということで、今回の動画最後に紹介するのが、長友選手ですね。こちらの選手は総合値が76ということで、まあ、スタミナがね、80超えてたり、スピード瞬発は80を超えているということで、まあ、なかなかね、銀にしては強い方の選手だとは思います。こちらの選手の 100% の組み合わせはこちら。はい、ということでこちらもね、オークションは必要ないという感じになります。能力のスタミナ、地域大陸アジアオセアニア、所属リーグトルコということになります。多分トルコもね、試合後に落ちると思うんですけど、全てね、試合後に落ちると思います。はい、でスタミナのところは年齢の30歳以上でもね、確定にすることができます。ぜひね、狙ってみてください。はい、ということで今回は、リクエストのあった選手と、あとはね、確定が見つかった選手のスカウトの組み合わせね、発表していきました。いかがだったでしょうか。まあ、やはりですね、コマンとかニャブリとか、このあたりはちょっと国籍だったり、所属チームとかが必要になってくるので、かなりね、厳しいかなというところですね。まあ、モイーズ・キンとかムサ、このあたりは、国籍とかは必要ないので、まあね、一つね、スキルを落とせばなんとかなるかなという感じですね。あとは、まあ、確定ができる選手、まあ、久保選手とかアセンシオ、あとはオネクルとかね、このあたりは試合後にね、落ちればまず取っておいて、確定にすることもね、可能なので、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。こちらのチャンネルではね、こういった、情報系の動画を、中心にね、動画をアップしております。他にはですね、FP 関連の動画、FP 予想だったり、FP の選手のレベマの紹介とか、あと今後はね、比較とかもね、やっていきますので、ね、そういう情報がね、気になる方はぜひ、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。合わせて、高評価の方も押していただきますとね、動画作りのモチベーションにもなりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。